ミチャエル・ウマニャ・コラレスは、コスタリカ産ホセ州ンタ・アナ出身のプロサッカー選手。コスタリカ代表。ポジションは、ディフェンダー。AD ・カルメリタでキャリアをスタート。2005年、レンタルで、MLS のロサンゼルス・ギャラクシーに加入。シーズン終了後、コスタリカに帰国し、ブルハス FC と契約を結んだ。翌シーズン、CS ・エレディアーノに復帰した。 2007年、ムニシパル・リベリアに移籍。2010年、再び、アメリカに渡り、クラブ・デポルティボ・チーバス・ USA に加入した。2012年1月、チーバスを退団し、グアテマラの CSD ・コム・ニカシオネスに加入。1年後、コスタリカに帰国し、デポルティボ・サプリサに加入。2014年8月、ペルセポリス FC と2年契約を結んだ。 このことで、イランでプレーした最初のコスタリカ人となった。各年代でコスタリカ代表に選出されており、2004年にはアテネオリンピックにコスタリカ選手団の一人として参加した。2004年6月のニカラグアとの親善試合で初キャップ。以来、代表の中核選手として2005アンカフェ、ネーションズカップ、2005コンカカーフゴールドカップ200、2006 フィファワールドカップに出場した。2014フィファワールドカップでは、ジャンカルロゴンサレス、オスカル・ドゥアルテと中盤を形成、ウルグアイ戦とイタリア戦の2試合でわずか1、失点という剣士を披露した。PK 戦までもつれた決勝トーナメント1回戦のギリシャ戦では5番目のキッカーとして、PK を成功させ、8強入りに貢献した。しかし、 同じく PK 戦までもつれたオランダ戦ではティムクルルに PK をセーブされてしまいチームは敗れた。ありがとうございます。